ハンサムだね、プラテーロ。カーニバルの月曜だ。子供たちは仮装している。闘牛士やピエロ、スペインのシャレ男マホニ、プラテーロにもアラビア風の馬飾りをつけた。赤や緑、白や黄色でびっしりと刺繍されたアラベスク模様だ。雨と太陽と寒さ、丸い紙の花吹雪が道に沿って飛び回っている。日暮れ時の身を切るような風に吹かれ、仮装の人々は寒さに凍え、何とかして衣装の布をポケットにし、紫色になった手を温めようとする。私たちは広場に着いた。気の狂った女の扮装をした数人の娘たちが、白く長いシュミーズを着て黒髪を振り乱し、緑の花輪をかぶっている。彼女たちはプラテーロを捕まえると、広場の真ん中のけたたましい輪に連れて行き、手をつなぎ彼の周りをぐるぐると陽気に回る。プラテーロは尻込みしながら両耳を立て、頭を振り上げる。そして火に囲まれたサソリのように苛立ってどこかへ逃げようとする。しかしロバがとても小さいので、娘たちは怖がりもせず、笑いながら歌いながら彼の周りを回り続ける。子供たちはプラテーロが捕まったのを見ると、彼を泣かせようとロバの泣き真似をする。今広場は大音響のコンサートだ。金物の音、泣き声、笑い声、タンバリン、真鍮の鉢。ついにプラテーロは男らしく決心した。囲みを破ってこちらへ駆け寄ってくる。泣きべそをかきながら、豪華な馬飾りが滑り落ちそうだ。私と同じ。プラテーロはカーニバルなんて好きじゃない。私たちはこういうことには役に立たない。